美味しそう。でもいただきます。どっから出るんこれ。パンはどのタレにつけようかな。ホテル普通のビジネスホテルやと思った。あ、210、お母さんの誕生日、2月10日。お邪魔します。 Oh my god、 和式なんか洋式なんかっていう感じよ。じゃんじゃんじゃん。トイレと、あ、シャワーがついてるわけね。はんはん、めっちゃいい感じやん。え、至れる尽くせり。冷蔵庫、電気もちゃんとついてくれてるし、パッて思ったら水だけかなと思ったら、え、滑らか洋梨プリンが入ってまして、なんてこったおとどぎす。えぇ、至れり尽くせりなんですけど、すいません、ごきげんよう、山口あゆきです。今日は富山県に来てます、イエーイ。ということで今回ね、富山県に来たのもちょっとまさかいい、こんないいホテルに泊まれるとは思っていませんでした。本当はどこもね、やっぱりちょっと値段が上がってましてですね、節約しながら行こうと思ったんですけど、ちょっとここしか空いてなかったんですけど、まさかの素敵なホテルで、もうなんかめっちゃ嬉しいんですけども。ということで明日からはもやし生活にしたいと思います。はい、冷蔵庫にまさかのプリンがあって驚きとどろきなんですけれども、今から晩ご飯を食べていきたいと思うんですけど、今究極に悩んでねんな、どうしようか。ここのホテルのバイキングに、バイキングが2300円、1人2300円なの。2300円で食べ放題のバイキングにするか、近くの居酒屋さんに行くかで、めっちゃ今迷ってます。あ、朝食やね。あ、朝食か、あれ。朝食か。ということで今からご飯食べにちょっと考えますわ。そこから皆さんとまた会いましょう。すごくな、ツリー綺麗よな。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Your Happy New Year. バルバルだね。今から夜の街に繰り出したいと思います。あ、富山やから路面電車がいっぱいありますわ。ちょっと道路沿いでちょっとうるさいかもしらんな。みんな聞こえてるかな。ちょっと店ついてからにしますわ。バイビー。今もできるんかな。スケートやってます皆さん。いいなぁ、やりたいなスケート。ありがとうございます、言っていただきまして、ありがとう。ノンアルコールビールで、はい、お疲れ様。あー、え、牡蠣なこれ。うわ、おいしい。カニ味噌コーラ焼き絶対おいしいな。どうすると、なんかもうポンポンポン でポンにするでしょうか。うん、そうしようか。で、千枚札と噛んでる。いいね、唐揚げだけだね。オッケー、じゃあそれでいきます。はい、何やったっけ、富山のさ、有名な、何やったっけ、あ、ホタルイカか。あ、白エビ、白エビか。黒板にてご案内してます。黒板どこの、あ、あれか、そうしてみるよ。白子のアヒージョとかあんねんけど、そこめっちゃ人多かったもんな。いただきます。うん、ホテルのすぐよ、ほんまやな。なんか探索線でも横のとこ行っててもよかったかもな。でも美味しい。いや、でもお酒は美味しい、普通に。ということでお料理が来るまで待ってみたいと思います。待ってみたい。なんか前になんか
こじんまりしたお店があったんやけど、結構いっぱいでな、カウンターやったからちょっと勇気がいりました。もしかしたら入られへんのかなとか、なんかカメラ立てていいんかなとか、あるいはいろいろなんかそんな部分もあって、ちょっとこういう広めのところを選んだんやけど。おいしそう。どっから出るんこれ。穴ないやん。穴あるよ下。え、あんの。蓋から出てるけど。失礼します。こちらカニ味噌到来。どうやって出すんですか。すいません、出ないですか。すいません、少々お待ちください。カピカピ。すいません、これで出ると思う。すいません、ちょっとなかなかないよこれ。まあ、これ食べ、いただきます。はい、マグロから。美味しそう。でもいただきます。うん、美味しい美味しい。ブラックな、その富山の名物唐揚げが来ました。なんかパクパクって言ってんけど大丈夫かな。美味しそう。カニも食べよう。いただきます。あ、すごいカニの匂い。いただきます。それ美味しいな。めちゃくちゃ美味しいやん。すいません。いや、これは日本酒とめっちゃ合う。日本酒とめっちゃ合う。めっちゃ食べてる。秋の大好きなヒラメちゃん。美味しい。ヒラメや大好き。秋ヒラメもう世の中で一番好き、魚の中で。めっちゃ美味しいやん。お酒が進むのがいいね。ハマチ。これハマチでしょ、絶対に。いただきます。美味しい、もちもち。刺身でもやっぱ美味しいな。全部美味しいな。ちょっとちゃうな、やっぱりな。美味しい。唐揚げ食べよう。食べていい？食べていいよ。美味しい。美味しい。食べた？うん。ネギ？ネギと？あ、なんかめっちゃタレかかってる、黒いの。美味しそう。いただきます。うん。うん、美味しいな。うん、美味しい。味濃い。美味しい。これはこれで美味しい。ちょっと待って、混ぜて。熱い。熱すぎ。カニ食べた。カニ、うん、マジで美味しいんだけど、カニカニ味噌美味しすぎんねんけど。これカニの身よりもカニ味噌の方が美味しいですよね。なんで？カニの身よりもカニ味噌の方が断然美味しい。どうか。うん、いちご一緒なんですけど、あ、ヒラメがマジで好きやわ。なんか醤油甘くない？醤油甘いんですけど。醤油甘い。甘いよな。なんか九州の醤油みたいな。うん、甘醤油みたいな。うわ、美味しい。食べていいの？うん、結構ありがとう。美味しい。なんかちょっと食べるのがいいよな。めっちゃ味濃い。うん、エビなかったな。ほんま富山のさ
うまいな。白エビとか、うん、もう刺身で終わりますけど、いいですよ。ああ、美味しい。ということで、美味しかったです。ごちそうさまです。今日知った分、福井のとこですよね。カドリ、あ、ほら、弁慶。これが弁慶。ほんまに弁慶って言うの？弁慶。感じ込んでる。これ弁慶ですよね。そうですね、純慶。あ、純慶。食べる、失礼します。ベイベー、お決まりでしたらどうぞ。その純慶、はい、純慶と、ネギマ、ネギマ5本ずつでよかったですか？1人前が5本になったんですね。5本ずつで、はい。で、ネギマと、ハラミ。あ、やっぱり人気やからさ、イケメン。これが普通の醤油だよ。失礼します、ね。はい、お皿のタレでどうぞ。はい、これね。いろいろタレがあるから嬉しいよな。何串カツ？うん。何これ？失礼します。こちらも塩焼きで純系とハラミで、そのままかお好みでからしにつけてどうぞ。はい、ありがとうございます。美味しそう。純系。じゃーん、これが普通の串カツ。いただきます。2回お願いします。ちょっとな言うて、横なんか大阪にもないですか？あ、ないんですよ。あるはず。そうですか？僕行ったことある。そうなんですね。ありがとうございます。大阪では行ったことなかった。あるんです。あ、あれは確か1軒だけある。そうなんや。あ、そうそう、埼玉に。ああ、そうですか。これ何やったっけ？ハラミ。ハラミか。ハラミ。めっちゃ美味しい。はい、生ダブル。うまい。この種も美味しい。はい、ハイボールちゃん。はい、ハイボールちゃん。辛子めっちゃ美味しい。はい、ありがとうございます。お待ちください。はい、次のこれは緑の、緑のタレですか？こちらのなるほどな。お隣さんが教えてくれた、これ入れたら美味しいよ。だから入れます。僕らが知るほどつけてます。ほんまや、めっちゃつけてますね。ほんまや、もうゴリゴリにつけてました。ありがとうございます。岡山の人はいい人ばっかし。椎茸いっちゃ、酢いっちゃ。
よかった。申し訳なかったわ、愛が選んだの。2つ5お持ち帰りです。マジでちょっと美味しすぎて、ちょっとケーキくくるわ。ケーキくくらなあかんぐらい美味しい。辛み好きよ。ちょっと一味つけて食べる。だってさ、一味つけて食べるのが美味しいよ。氷入れる。あのね、美味しい。多分これやと思うけどな。なんか頼む？頼んでしょ。半分だけで相手はいいかな。あ、白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 、そんなもん。すいません。お心臓と白と白と白と口がつく。口がつく。止まりました。はい、白と心臓と太陽。はい、このカレーめっちゃ美味しい。食べていい。食べ食べ。こんなんなってるわ。食べ。うまい。よかった。よかったな。これで、もう、和歌山の旅は終わりだ。すいません。ちょっと吹いてるじゃん。俺は別に、俺は好きだけどな。はい、急にダメです。結局の悩みの大切な小遣いが。そう？いやいや、そんなことないよ。はい、串カツゴー。アイキが全部選んだ。全部アイキのあれやから。はい、生いっちゃおう。生それに付き合ってくれてるから。はいよ。感謝感謝。投げてる。なんか、気分すごしない。なんかしょっぱく、うん、風な感じやな。普通か？しょっぱくない。塩っ気めっちゃ強い。うーん、まこれは美味しい。皆さんも食べてみては。串カツこれだよ。これちゃう？串カツちゃう？こっち？あ、これやこれやな。どっちでもいいけどな。ポテト了解。はいよ。串カツちゃん。熱いで。うん。これ何？ロゴいただき。豚。あげて書いてる。玉ねぎ入ってます。塩焼き失礼します。牛タンもください。タンもかしこまりました。はい、タンゴ。放題じゃないねんから。食べ放題じゃないねんからってさ。これ白どっちやねんな。このままいくわ。一旦白。はい、石川です。あの白食べて衝撃を受けて、そっから白大好き。おいしい。後輩からしたらヒカルちゃんちょっと怖いらしい。あ、そうなんですか。豚のホルモンやな。おいしいな。おいしいな。柔らかい。あー、おちょこ。あ、しんど。何食べるの？何食べるの？俺今これ食べる。何もつけずに。でもね、これでもいいと思うで。しんど。これ、うん、からしやんな。うん、やらかい。これにする。醤油。醤油っていうか。おいしい。これこれ、うん、だからそれもそれこそ何でもいいよって言ってくれるからな。逆に申し訳ないなと思って。あ、もっとね、さっきのさ、何カウンターの店行ったらよかったなと思って。自分の都合でさ、そこ行って。でも何か引かれたわけやな、あれ。動画撮りやすそうやな。うん、それだけ。これで
出るとこじゃない。でもみんな北陸の人は北陸駅会はみんなあ飽きよしねって思うで。あそう。何人さんいたもん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次何個飲んでる？あと三だけ。三だけか。はいはい。三でーす。いらっしゃい。充電がね最後の最後のタンマイ。ハトとタンバリすごい似てるけどこれはタンです。タンはどのタレにつけようかな。いただきます。うまっ。なんかニンニクの味する。うん。タン美味しい。あっさり。そういえば全部飲んじゃった。ごちそうさまでした。まさかの秋吉来たけどめっちゃ美味しかったな。もうここしか勝たんわ。安かったし北陸といえば皆さん秋吉にぜひ行ってみてはいかがでしょうか。めっちゃ美味しかったな。美味しかった富山の名物を食べようと思ってさハードル上げるのも良くなかったんやなと思ったわ。ということで美味しかったです。お風呂に行ってきます。お風呂上がりました。なんかさ見てここ、なんかジンマシンみたいなのできてんねんけど、なぜに全部落としてきたけどさ。おい髪の毛うび。ということで今、ケンちゃんお風呂に行ってますんで、私は一人晩食です。昨日買った、アイキこのこだわり酒場の、チューハイが好きなんですけど、ゆずレモンがあったから買ってきました。昨日ね、新潟で買ったんだけど、今日飲みます。そして、これ、なんか冷蔵庫に入ってたやつ。なんで入ってんのっていうか、これも食べていきたいと思う。今日はそれで年齢したいと思います。あ明日帰らないといけない。でも明後日は岡山なんでね、ちょっと自分の、今日はちょっとおし、新潟でね、お仕事あったので、そこから帰って富山に今来て、明日大阪に帰るんですけども、結構ね、もう怒涛だったんで、やっと今日でちょっと一日役割は果たせたかなと思うので、ちょっとまあ気は、まあ楽になったじゃないですけど、ちょっとまあ一安心かなって思います。ということで、はい乾杯。こっちかい、飲み口。うまっ。お風呂上がりってうまいよな。マジで美味しい。ありがとうって感じ。じゃあこのなんか冷蔵庫に入ってたやつ食べます。食べていいやつかなこれ。冷蔵庫に入ってたから食べていいやつやんな。あかんって怒られたらまあお金払います的な。一番やったらあかんやつ。まあでも多分大丈夫です。多分入っていい、食べていいやつ。でも嬉しいな、冷蔵庫にこんな入ってた初めてやからさ。マジでこんな色してんの。もっとなんかゼリーって言うからさ、透明感の思ってたけどさ、何これ、滑らか洋梨プリン。滑らか洋梨プリン、こんな色しますけど、まあプリンやからそうか、プリンはそんな感じか。あもう、はい、いただきます。ん？あ、美味しい。もう、けえ。美味しい。デザート。美味しい。普通にうまい。美味しい。マジでカロリーバリ取ってる。さっきさ、弁慶じゃないわ、さっき居酒屋さん行って
焼き鳥屋さん行って今お風呂入ってっていう流れなんですけど、ちょっとねカロリー取りすぎでもいいのさ、その分明日からダイエットするから美味しい。これ美味しくて下で売ってて買わそうっていう魂胆やろ。買ってまうわこんなもん、美味しすぎ。ナイス作戦や、うまっ。買ってまうわこれ。美味しいねけどマジで、え美味しい。皆さんもこれよかったらぜひちょっと調べてみてください。てかもうなんか容量ないねんけど。ということで今日も見ていただいて皆さんありがとうございました。あのいかがだったでしょうか。食べてる動画ばっかしですけど、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。まだやってますって。こんばんは。焼きそばでございます。はい。二つでございます。はい。こちらでどうぞ。めっちゃ。がっつり醤油ラーメンやったらよかったな。はい、奥入っていい。美味しそうなんですけど。ということで夜泣きそばに来ました。うん、大阪は夜泣きそばの文化がないから珍しいですね。いただきます。なるほど、あっさりやな。し、うん、あっさり。醤油ラーメンっていうのがいいな。締めにちょうどいい。お腹温まる。眠れそう。めっちゃ罪悪感ありながら食べてるラーメンが美味しい。麺ちょっといる？マジで美味しい。青さが入ってるから美味しい。なんか海鮮系。美味しい。夜泣きそばってどういう意味なのな。夜に泣くから夜泣きそばかな。なんでやろ。みんな教えてください。なんででしょう。なんで夜泣きそばって言うんかな。美味しい。めっちゃ美味しかった。完食、ごちそうさまでした。ゆっくり寝ます。けどな、タオルあるしな。じゃーん、おはようございます。もうなんかさ、ごめんなさい、すっぴんで雨降ってる。今日もう最後の富山の日なんですけど、ちょっと
まあ、寄って観光して帰りたいと思います。あ、けど靴さ、これさ前にさアロンアルファでふっつけたのに、ね、もうまた染みてきてる。アロンアルファが外れてきた。おお、美味しそう。やっぱり白エビが有名なんかな。あ、それいいかも。うん、美味しかったもん、前にもらったやつな。ファンの人にもらったやつ。かわいい、これ。氷と書いて氷見。ブリが有名な。カブトムシ。これ欲しいねんけど。400円やって。カブトムシ。カブトムシ。竹で作ってるんか。かわいいな。でんでんムシムシもらって。でんでんムシムシ。カタツムリ。なんかこれガムもらいました。やった。ここに。いきます。カニ入ってる。え、美味しそうだな。あ、カブか。カブス、カブ、カブじゃない、カブスって書いてない。美味しそうじゃない。うん、なんかいっぱい売ってんだよ、芋とか。何これ、600円や。あやきの好きなバイガーやろ。買う。バイガーと違うの。あ、違うの、ね、バイガーいっちゃう。バイガーにもちょっとコリコリしてる。コリコリしてる、うん、あ、そう。このまま爪楊枝でキュッと出して。もう味付いてるから。あ、じゃあ1個ください。はい、これ今、あの、お汁と一緒に食べていいですか。汁と食べていいよ。汁いくつ。1つ1つでいいの。はい、はい、やっと。ホタテで買えたの600円ですから、それ1枚買ってください。あ、わかりました。これ、はい、ほっこりやな。はい、はい、はい、おもろいなんで、おもろい、600円。あ、じゃあ600円いけてんねんな。あ、うん、どれだっけ、これか。これでいいんでよかったな。うん、いいですね。カブ、カブス屋さんで、このなんかカニのお味噌汁と、お味噌汁かなんか汁と、あとなんかこれは貝です。バイガイではなかったみたいです。カメレオンみたいな顔してますけれど、いただきます。ちょっとお汁からもらっていいですか。か、カニのお汁。めっちゃ美味しいわ。びっくりした。これも美味しい。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ味出てる。昨日より美味しいかも。味が全然違う。出汁が全然違う。ワタリガニの味めっちゃ出てるわ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいな。びっくりしてんねんけど。めっちゃ美味しい。美味しいな。あ、これティッシュ用意しといた。めっちゃ美味しいです。最高。ちょんちょん。これカイちゃん。これをこっから爪楊枝でクッと取るらしい。取れた。うん、うまいこと取らなかった。あ、キモちゃん取れなかった、残念。あ、はい。食べたらほら。はい、食べます。やばい。美味しいよ、ほんまに。お味噌汁も美味しい。めっちゃ美味しい。うん、だしめっちゃ効いてる。美味しすぎる。この貝もほんまに美味しい。手汚れるけどさ、美味しいよな。手美味しい。うん、ありがとう。美味しい。ばっかり。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。もう優しいです。なんかほっこりするよね。実家に来た感があるわ。おいしい。このつくねみたいなもおいしい。これちょっとかぶっていい。うん、おいしそう。マジで美味しいけど、マジでねえねえ。これ難しいよな、これ取るの。肝全部抜けんねんけど。取れた肝。
無理じゃない、あ全部今3発3中全部肝抜けてんねんけど美味しい、めっちゃ美味しいです。はい、何ていう貝でしたっけ。小豆貝、小豆貝ですって。美味しい。うわ、袖貝、はい、でこれあげる。肝が食べたかったのでずっと肝やっと元ちゃん抜いてもらいました。あ、肝全然無理やっぱ肝。うーん、肝が美味しい。はい、あ、いいの、ありがとう、マジでありがとう。最後の大きいやつもらいました嬉しすぎ。どれか、うん、あ、殻入ってる、うん、おいしい、おいしい。なんかこういうとこで食べるのがおいしいよな、うん、どう思う、もうあげる、おいしすぎた、大満足、ごちそうさまです。あ、見て見て見て、ホタテ美味しそう。エビコロッケ買おう。すいません、白、あ、すいません、白エビコロッケください。はい、白エビから揚げもあるじゃん。今食べ歩きみたいになってますけど、ね、じゃあ白エビコロッケいただきます。食べるな。うん、あ、うん、めっちゃエビ。うん、あ、なんか心臓痛い。うん、おいしい。はい、めっちゃエビ感じる。ほら、エビ出てるもん。どう、エビの味めっちゃしやん。何エビの味めっちゃする。こんなエビの味濃いんや、ちっちゃいのにの、うん、めっちゃエビが練り込まれてるわ。うん、エビの味めっちゃする。めっちゃエビの味する。おいしい。エビの味めっちゃ出てるもん。うん、うん、おいしい。見てみられます。うわ、待って、イカでか。3万8000円イカ、ソデイカ。あ、だから巨大なイカやな。動いてる動いてる、これも動いてる。生やから。ほんまやな、ブクブクしてる。かわいい。かわいいとかやな、残酷やな。こんなんし並ばれてる。仰向けになって分かってねえ自分がそうなってると思う。いやほんまやな。はい、わかりました、ごめんなさい。別にごめんなさいはいらん。あ、ごめんなさいはいらん。レンタマスゴーからの苦がいがい。みんなそこやったら美味しく油乗ってないよと。クレープとか、なんかこういうソフトクリーム屋さんとかいろいろあります。何なんかすごいのある。牛しゃぶしゃぶラーメン。牛しゃぶしゃぶラーメン、牛しゃぶしゃぶラーメン。なんか室内やからいろんなものが食べられる。なんかいろんなジャンルがあるから、海鮮だけじゃなくてカレーとかラーメンとか。若い子たちも来れそう。ちょっと奥行ってみようぜ。とりあえずこれに醤油入れるんだね。あ、今日のお茶にしよう。あ、これこれ緑のやつ。一緒に食べよう。ブリ有名やもんな、ここの。さっきのなんて貝？貝？粒貝？あ、ビー貝か。これヒラメ。うわ、ヒラメ美味しそう。キラキラ。炙りサーモン。じゃ、いただきます。なんかお寿司ばっかし食べてますが。ヒラメ。ヒラメがほんまに好きやわ。うん、食べるよ。美味しいで。ヒラメは絶対食べてた方がいい。これ分けっこしながら食べるのがいいよね。これ醤油つけた。醤油つけた。なんかあっさり。うん、美味しいな。ちょっとガリいただきます。やっぱりね、この旅でちょっと
使いすぎてるっていうのもあるし、ちょっと贅沢しすぎてるからちょっと節約しながら、でも美味しいものを食べて今日は帰りたいと思います。そういう、こういうお寿司屋さんのガリ美味しいよな。これちょっと目がね、歪んでんのはもう古いからさ、歪むねん。もうそもそもがこれ歪んでんの多分。はい、だから許して。これブリ、ごめんなさい。今あったやろ、なんかブリっぽくないな。あ、なんか目にいた。どう、うん、ブリじゃないみたい、マグロみたいやろ。でした。めっちゃ美味しかった。やっぱおすすめですね。2人で2300円ぐらい。めっちゃ安かったけど。プリン食べよ。なんかでもなんか大満足なんですけど、ケンちゃんはプリンを食べるそうです。はい、メシとの確認お願いいたします。はい、ありがとうございます。召し上がりなくて、もしピンクなさいませ。カモメの卵なんですか？あ、こちらの方ですか？うん、カモメの卵を使ってるわけではないので、あの一応うちのロゴがカモメなので、それにちなんで、はい、はい、そらそうやろ。でもあ、カモメの卵ってめっちゃ押し出してるから、カモメの卵で作ったんかなと思うやん。ということで今日も見ていただきましてありがとうございます。今日は今からもう帰ります。富山の旅でした。もう顔がまん丸すぎてごめんなさいですけど、雨も降ってることですし、足も穴いてることですし、さっさとすんなり帰りたいと思います。じゃあね、バイビー。どう、これはそのとりあえずなんていうかもう美味しい。めっちゃ美味しい。そう、見せて中身。きっと、あ、美味しそう。くれへんの？うん、あげへん。全部一人で食べる。そんなこと言うて、うん、ちょっとくれれろ、うん、いや、ちょっとちょうだいや。いやいや、この海苔やったらちょっとはくれるやろと思うやろ。うん、ほんまにあげへんから。無理やで、それは。いやいや、ちょっと遅れると思って、アイキも別にいらんって言ってんけど。え、ちょっと、あ、でもちょっとずつ食べてるのがもう分かるわ。アイキにくれへんわけないもん。わー、カモミー。美味しかった。じゃあ行きます。美味しかった。ここいかがでしょう。なんか楽しかったな。なんかいろいろ回れたもんな。うん、楽しかったです。うん、ハッピーハッピー。